こんちゃーす。100人マリオチャレンジ。続きからいきましょう。あ、まだ90機あるのか。そうか。あれ、今回はミスってないのか、まだ。よしよし、いいぞ。ステージ3、4ですね。まあ、場合によっては5、6まで行くかもしれないし、あるいは3、4、5で止まって、6行くかもしれません。次のパートでね。お、サムスだね。3クラシックバトルズ。勝負するんだな。いや、違う。こういうステージを、クラシックのステージを進んでいってほしいっていうコースなのかもしれない。お、ほったんだ。サムスってこんなちっちゃくなるんだよ。あ、転がった、転がった。イカか。はい。なんかあるかな。よ。よ、ダメだ。なんもねえか。登って、はい。お、アクションステージだね。サムスのゲームってこういう感じなのかな。おお、今度は、リンク。P スイッチがあるな。 P を踏んで左に戻るのかな。右に進むかどうするか。左戻ろうか。食らった。しまった。やらかした。大丈夫かな。中間ねえからな。うっ、よし。どうしよっか。ちょっとルート変えてみる。右行ってみよっか。冷静に踏み潰していって、カメックたちを落ち着いて倒していきたいんだよな。はい。一匹ずつ処理していきましょうか。はい。倒せるとこに出てきてくれないと。こいつ倒せるな。うわ、惜しい。はい。あと一匹かな。はい、オッケー。いやー、あんま倒す意味なかったかな。カロンたちの動きを一旦止めて、ゲソはスルーしてもいいかな。あ、うね。まだいたし。やっぱこっち行くしかないんですね。こっちしかないっすね。あ、でも、これで OK かな、道は。さっきはここで死んだ。こう行こう。ここ上行けますね。はい。クリボーたちが。鬱陶しいけど。こっちで良さそうだね。あ、やべ。やべ。あぶねえ。よし。よし。死にたくない。死にたくないよ。よし。お、やった。また一回食らっても大丈夫になった。凝ってますね、作りがね。あ、なんか左上行けそう。これ、あれか。やべ、ミスった。ぐるぐる回ってんだな。はい。なんかあんのかな。まあ、あるから作ってんだろうな。そうだよね。よいしょ。おーい、チャップか。うお、ぶね。いい反応見せた。クッパファイヤーが攻めてくるのか。やりづらいっすな。あ、こう行こう。あぶね、あぶね。下は死にはしない。いや、死ぬね。うお、おお、おお、あぶね。ここで降りて。ここ行こうかな。はい。はい。クッパファイヤーが来なかったのが幸いだったね。ここだな。もう一個あるよね。オッケー。さあ、勝負だ。飛べ。うわ。できればマリオ、一段階あれしたいよね。取っておきたいよね。ここだ。
い、入れない、危ねえ、よかった、イエーイ、やったぜ。まあ実質ノーミスでクリアできたってことですね。2アップできたからいいコースだったね。サンスピン大好きです。よいしょ。おぶね、うわー、もうなんかあった、あー、変なとこに孔明が。オッケー、ほいっと、え、オッケー、ちょっと落ちすぎてたのかな、クラウン。うわ、おぶね、まあこのクッパは大丈夫ですね。カメックはやばいっすね。反応しろ、オッケー、ドッスンは上に行っちゃえば大丈夫、オッケー、ふぅ、時間余るね。でももう一コース行っちゃうとあれなんで、じゃあいいねランキングで遊ぶか。このニッキーさんのニッキーパズルピクチャーズを超える代物がまさか出てしまったと。スーパーマリオブラザーズ3 9-6、ファイヤー&アイス、普通に面白そうなステージかな、なんかそんな感じしますね。アクション系の楽しんでください的な、いいよ、俺好みなんじゃないの。鍵とコインが、コイン、赤コインすっげえ取らせるんだな。お、なんかこの辺から難しい感じですね。早速食らう、早速食らうやばい、落ち着いて見ていこう。この敵たちが厄介だから、うわー、つるった、どうしよう、どうしよっかな。敵かわしていくのはちょっときつい気するんだよね、これ。ここだ、ダメだな、当たるな、突っ込もう、必殺、いやーダメだった、あぶねえ、せめてここを進めれば OK、 おーし、いけたいけた、進めた進めた、次アップできるといいんだけどな、できなかったらやばいかな。頼む、パワーアップアイテム、よかった、ありがとう、中間もあった。いや、普通に今のとこ突破するのはかなりきついっすよ。おっとっとっと、氷だからね、注意していかないとね。綺麗だな、作りが。すげえな。やっぱ海外の方のもレベル高いの多いな。いけ。OK。ラン、走るのか。行くぞ。うわあ、危ね。テイ、テイ、テイ。オッケー。赤コインはあと一つ。1、2。じゃあ2行ってみる。多分得点なんだろこっちが。やったぜ。ラン。あれ？あ、え、入れるのこれ。その仕様、知らなかった。え、もう積んだと思ったわ、あの瞬間。わー。やったー。すげー。いやー、いいコースですね。製品版でありそう。9-6とか。この人のコースちょっといっぱいやってみようかな。じゃあ今回はこれで終わりましょう。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。長官、ご報告いたします。赤城、加賀、両母艦、ミッドウェイ沖にて大破。ほう、なかなかやりよう。戦艦ヤマト、シナノ。リアルな演出と壮観な海戦シーンが戦争の模様を引き立たせる。登場する戦艦は200種以上。できる男がハマる海戦ゲーム、戦艦帝国。